でそれをまた信じ込んでこのバカ野郎がああいうことをまた書いてくるわけですよ。この人は本気で信じてる感じでしょ。本当言うと分かんねえなこいつも。分かんないよ結局あの内部から組織を守るためにそれ自分ですよ組織を、うん、あのねこいつこのあんまりにもやりとりがひどいんでツイッター上で、昔検証会だったっていう連中のそのツイートの中に俺のやり取りが出てきて、うん、あまりにもひどいと、うん、自分らもまさか部長がここまでひどくなってるとは知らなかったと、うん、現役の時はもっとまともに見えてたと、うん、それでっていうんでこの人たち招集にも入ってないんだよまだ、うん、検証会やめただけで、うん、そのブログっていうかのツイートの中によく知ってますよ昔っつって、うん、で書いてあってあれあのくらい表裏のあるやつはいなかったと、うん、それで上に対する媚びがものすごい上手だと、うん、で下に対しては豹変して、うん、自分をちょっとでもディスるやつがいると徹底的に潰す男だったと、はい、で古参のあの明信公時代のねああいう連中からは笑われてましたよっていうなツイートがあって、うん、これも相当頭きたみたいで、ね、ほらお前のことこ言ってるよっつってだそういう人間だから、うん、結局ほら本心はもしかしたら信じてないかもしれないもん、うん、浅いもひょっとしたらね、うん、ただもう自分の地位立場を守るために、うん、なんとかその検証会がもう崩壊するのは誰だって分かってるわけよ。浅井が死んだら崩壊する。上映っていうのは次男がいるんだけど、まあ辞めた人みんな聞くと上映さんじゃちょっとってボンクラなのよね、うん、統率力もないし。それだよ次男次男長男を行く夢になっちゃった。でこいつは器もあったらしくて人望もあったのよ。だから勝栄って言うんだけど、うん、浅井松栄が死ねば、うん、ああまあ当然勝栄さんがやっていけるよね、うん、私たちもついていけるよね、うん、っていうやつだったのに、うん、行方不明になっちゃう。生きてるかどうかも分からない。あそんな本当にもう全く、うん、まあもちろん継承会のごくごく浅井松栄の周辺の人は知ってるだろうけど、ああまあ生きちゃうかも、まあ、警察で一切分かんない。警察で探すわけでもない。探してるか犯罪わかんないでもない、うん、つまり浅井翔英一家以外の人たちは一切そのことに触れられない感じ。うん、まあ、捜索願いも出てないと。わからない。わかんない。だからその犯罪的なそういう出奔しちゃったみたいな行方不明じゃないんじゃない、うん、ではこう囲ってるかおかしくなっちゃって囲ってるとか、なんか犯罪に巻き込まれてるとかそうじゃない、ね、じゃないんだ、うん、でそいつがそれか死んでるかね。死んでるかね、うん、人前に出されられないような状態になってるか、で死んでてもそのまま、まあ、生きてるんだけどなんつうのもう座敷牢みたいなさ ある意味もう軟禁状態になってるのか あるいは逆に浅井翔英に反旗を翻してるかもしれない。うん、あでもそうだったらあれだよね、幸福の科学の息子みたいにどんどん発表するはずだからね。幸福の科学の息子あれ息子を反旗翻して今 YouTuber でやってますよ。